ストレ東京の数少ないママスタッフサラーシーの方でを1週間密着していこうかなと、はい、スニーカーを履くことがもうぐっと増えて公園コーデですね。少しずつ私の中で変化はあるものの、私は私らしく今日何着たいなっていうのを大事にしてもらった方がコーディネートって組みやすいのかなって。おはよう、こっちにどうぞ。はい、ありがとう。はい、YouTube です。今日ですね、聞いてたけど今日とは思わなかったです。自己紹介、うん、お願いします。エトレ東京の営業を担当しております。主に店舗の運営を担当しておりますサラサです。でサラシーは、エトレ東京の数少ないママスタッフということで、お客さんの中で、まあ、ママさん多いと思うんだけど、なかなかおしゃれできないっていう悩みが多いママさんたちも多いので、その方々の参考になればなと思って、サラシーの出勤コーデ、はいはい、を1週間密着していこうかなと。本当にママさんからのご質問たくさんいつも DM とかでもいただいてるので頑張ります、はい、じゃちなみに今日のコーデを見せてください。こんな感じですね。それあれだよね、先行予約で出てたオールインワンだよね。かわいい。今日のポイントはありますか？お気に入りのこのペアオールインワンを絶対着たいって今日の朝思ったので、上にちょっとこれもお気に入りなんですけどシャツを合わせてみました。あと靴もエトレです。これもすごい人気だったよね。人気だったね。歩きやすいんだよね。すごい。子供といても朝自転車で送ってるんですけど、うん、こんだけあの太いヒールだと自転車もしっかり漕げるので。すごい。それで自転車漕いでる。漕いでる、ヒールはじゃあ結構履く？履く。週1では絶対に履くように思ってて、うんうん、なんか背筋がシャンとするというか。あー大事だね。なんかそう、女性であることを忘れないために土日だとママだと履けないじゃん。うん、履けない。エトレで働いてる時が一番自分の時間っていう認識があるので、もうその時に精一杯自分のファッションを楽しめるような格好でいつも出勤しております。はい。え、パソコンはいつもそうやって持ってるの？うん、これもエトレの昔発売されてたやつだよね。はなさんも持ってるよね。持ってる持ってる。カバンがおばあちゃんのお下がりのディオールのバッグ、うん、母がもらってたものを私がもらいました、うん、すごいね。じゃあ代々だね。そうなの、3代目です、うん。今日はちょっと時計はシルバーになっちゃうんですけど、それ以外はゴールドで、カバンもゴールドが入ってるので一緒に合わせてみました、うん。骨イリング結構してるけど、あれ家とかでもする？家帰ったら子供と遊んだりとかするじゃん。あ、そうそう、危ないから。ぶつかっちゃったりすると大変なので、うん、一回送って、うん、じゃあ出勤の時につけてみたいな。そう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 、もうこの中にあのアクセサリーケースを入れてるから、うんうん、電車乗ってる時パパパって、うん、退勤の時にごとパパパって取って、うんうんうん、またアクセサリーケース入れてみたいな感じだね、うん、大変だねお母さんじゃあこうそんなこんなで、はい、今日から1週間密着していきます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、おしゃれも大事だけど、リアルなコーデも見たいとのことなので、はい、もう全然、はい、もう全然ボサボサの日も、はい、あるので、はい、ボサボサも見せてください、はい、お願いします。お願いします。あ、そうだ、新宿店のみんなそっちって言ってた。やっほー、あー来るじゃん今スナップ撮ってたけど、そのコーディネートを見せてください。はい、スカートもトップスもエトレ東京のものになります。はい、で靴は大好きなアディダスのスタンスミスですね。上がコンパクトなスウェットで、本当にカジュアルすぎず綺麗めにも見えやすくなってるお気に入りのスウェットで、久しぶりにスカートが履きたい気分だったのでちょっと綺麗めに。今日のなんかすごいサラシっぽい感じするけど、スニーカーだからなのかな。よく履いてるよね、うん、スニーカー。お母さんになってから本当にスニーカーを履くことがもうぐっと増えて。スカートを履く？すごく履く。あ、そうなんだ。なんかほら、うん、動きづらいからとかっていうママさんも多いじゃん、履かないとか、うんうん。でもこんだけステリットが入ってるので走れるんですよね。サテンなのでやっぱり公園とかは少しシーンは選ぶかなとは思うんですけど、なんかあった時パッて走ってもさっと。エトレって本当にスリット入った足さばきがすごくいいっていうんですかね、うん、のスカートが発売されてるので、すごくそういったものを愛用しております。可愛いですね。ありがとう。で、あ、グラサージュとジュンナさんのメガネです、ね、そう、今日はメガネかけないでちょっとアクセントが欲しかったので、あの首元につけてみました。子供といる時は外してます。
危ないもんね、本当に折られちゃったりするから2人いるんだもんね。そう、2人いて、長男が4歳になって次男が今年2歳になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、会社から帰ってきて部屋着に着替えました。こんな感じです。撮ってもらう人が周りにいないので綺麗にお見せできないんですけれども、 T シャツにニットのパンツですね。 T シャツなんですけれども、外着として着ていたものがちょっとクタクタしてきて、外着に使うのはどうかなっていうので部屋着にスライドしていくんですけど、今回の T シャツもそういう感じで、ニットのパンツなんですけど、前回エトレのホームラインイーバイの方で発売されたニットパンツになります。すごい楽に着れて素敵なルームウェアになっていて毎日愛用しています。こういう感じでゆるっとしたシルエットのものをよく着ています。夫が今息子たち迎えに行ってるんですけれども、そろそろ着きそうなのでご飯作って待ってようと思います。はい、また明日。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。終わった？終わってないけどいいよいい？今ちょっと会議中のコーディネートということで、はい、はい、こんな感じです。今日はお気に入りのサテンワンピが主役です。サテンのものにスニーカーを合わせるっていうのが私の中でのお気に入りスタイルなようで、うん、昨日と同じくスタンスミス、アソースメレンのストール、うん、すごくお気に入りです。これも今日はあれだね、なんかシンプルだけどワンピースだからかな、うん、子供がいるとレイヤードって結構難しくないですか？あ授乳中であったり、もう全然ミルク作ってる時とかもそうなんですけど、すごい急いでるから汗だくになるの、冬でも、うん、夏場とかでもカーディガン着ててもすっごく暑くなって取っちゃうしとか、お母さんになってから余計にレイヤードっていうものから少し縁遠くはなったものの、一癖足したいなっていう時はこのアソースを最近愛用しております。私は白とベージュを買いました。あ、2色も買ったの。そのワンピースもあれだもんね、受注会で、うん、出てた、ね、予約した。予約した。もうすごくお気に入りで、いい、ね、こんなにシンプルなんだけどしっかりめにスリット入ってて、子供もしっかり追いかけれるし、サラーシーの子供たちはまだちっちゃいからあれかもしれないけど、学校行事とか集まりとか保護者会とか、そのワンピースとかだったらジャケット羽織ればいける。いや本当にそれこそ次男の進級式っていうものがあって、長男の時から生まれた時にちょうどコロナが始まって入園式とかそういうものとは全く無縁だったので、すっごく困ったんですけど、これを使いました。ヒール合わせてもらったり、ここパール合わせてもらったりだけでもぐっと印象変わるので、カジュアルにも合わせれるし、綺麗めシーンにもお使いいただけるものになってますね。着回しができるということで、はい、3日目でした。ありがとうございました。はい、今日はお休みの日の公園コーデですね。公園から今帰ってきてる時なんですね。で、長男は寝てしまったので次男だけで今撮ってます。上下トレ東京のもので、上が1年半前ぐらいに購入したもので、下は去年の冬ぐらいに発売されたスウェットですね。で、一番やっぱり動きやすいのがいいので、こういう格好が多くって、土日のどっちかはこんな格好してるよね。はい、夫が撮ってるんですけど、スウェットは土日のどっちかは必ず履いてるほどお気に入りですね。帽子も公園コーデには欠かせないもので、やっぱりすぐ日焼けしてしまうのでかぶってます。はい、あ、やっほー今日は何、これから何するの？今日プレスルームで会議ですね。じゃあそのコーディネートをお願いします、はい、トップスがエトレで、パンツとシューズは私物になるんですけど、今日は外部の方に会う機会はなくエトレだけなので、すごく楽な格好で参りました。で、このトップスがすごくお気に入りで、ゆったりとしたシルエットが大好きで、長袖でこんだけゆとりがあるので夏の日差しよけにもなる。靴もあれ、いつもサラーシーが履いてるやつなんです。もう本当にママの味方、バレーシューズ、レザーなんですごく履いていくうちに柔らかくなって自分の足の形に沿うようなものになってくるので、すごい重宝してます、うん、あ、メガネはあれじゃない？
ジュンナさんとグラサージュさんとのコラボのメガネになるんですけど、すっごくお気に入りで、格好がすごくシンプルなので、少しアクセントでメガネを入れたりだとか、ここにかけるとかでもいいんですけど、シンプルすぎるときはそういうアイテムを、一癖アイテムを足してます。世の中のお母さんとかだとさ、うん、白汚れるから着ないみたいな人結構いるじゃん、ね、サラシーは気にせずって感じ。めちゃめちゃ着るしかも公演の時にもすごく白を着ていて、なんだかんだ、まあ、漂白もできるし、他の色がついてるものよりかは白い方がしっかり洗うことが可能なので、最初ね、あれだよね、白が無敵って気づくんだよね。白が無敵、ママになってからより一層白派になりました。へー、まあ、なんか汚されてもそれもいいかと思って、それも思い出かと思って、うん、長男がバナナ好きで、復帰したての時とかここにバナナつけて来てたからね、うんうん、エトレ東京の中ではあの二児の母っていうのもサラシーだけだから、うん、だけどこうやっておしゃれを楽しんでるっていうのは素晴らしいことですね。いや、周りが本当に綺麗でおしゃれな方ばっかりなんです。本当にエトレっていつも皆さん本当に感化されてます。あー、ジュンナさん脇からやじ見ちゃった、大丈夫かぶって大丈夫大丈夫、いいこと言うなと思いや、そんなことない、ね、そう、さっき花ちゃんが言ってたみたいに、もう一人でも多分てんてこまいなのに、二人もこう間にこうしながらいろいろやる中で、自分のおしゃれな部分を全然楽しんでいられる心の余裕がやっぱりすごいと思う。いや、それはそれすごい皆さんにお伝えしたいことが本当にたくさんあって、うん、エトリにいる時間が本当に私の時間なんです。会社にいる時間がね、はい、うん、もうまあ本当に一人だし、うん、おしゃれも楽しめるし、うん、もう皆さんが綺麗だから目の保養にもなってるし、うん、あ、この服こうやって着たら素敵なんだなとか、もう目で入ってくる情報がたくさんあるんですね、うん、でもスイッチのオンオフなのかもね、すごく、うん、そのそうですね、一気にさ違う世界に入るから、子供と一緒にいる流れとペースが違うし、うん、いい切り替えになってるのかもしれないけど、うん、本当に大変だろうなとは思うけど、前よりだいぶサラサの服装カジュアルになったと思うんですよ、以前より。だけど公園で子供と遊ぶ普通の本当にカジュアルのスタイルとおしゃれのカジュアルってちょっと違うと思っていて、そこをちゃんと上手に入れられてるんじゃないかなっていうのは思います。褒められちゃった、ありがとうございます。邪魔しました、邪魔しました、ありがとうございます、嬉しいはい、今日はリモートワークの日のスタイリング、リモートワークの日はだいたいワンピース選んでいるんですけれども、エトレのワンピースはこの首周りだったりこのデコルテラインっていうのがすごく綺麗に設計されているワンピースばっかりなので、外部の方とズームミーティングする際に画角の中に収まっている自分が綺麗に見えるかなと思って、保育園の送迎をする時に基本的に自転車になるんですけれども、そういう時はやっぱりデニムだったりスウェットだったりパンツスタイルなことが多くて、リモートの日は帰ってきてちょっと自分が気分が上がるようなロングワンピースを着て、で髪型もリモートワークの日はスタイリング剤つけないで過ごすことが多いです。また明日。おはよう。今からどこ行くの？今からちょっと店舗にミーティングをしに行ってきます。なるほど、忙しいですね。今日、ね、今日は最終日7日目ということで、長かったですね。コーディネートのポイントを教えてください。はい、今日はこのボディースーツをメインに組みました。白黒で組むことが多いんですけど、カバンまで黒にすると重たいかなと思って中間色のベージュ入れてます。で、ボディースーツすごく好きなんですけど、またのところでここでパチパチって止めるんですけど、今日はちょっと出したいなって思ったので出してちょっと。こじゃれた感じで結構ここがもうアクセントになってるから、他アクセサリーとかはそんなたくさんしないでシンプルめに仕上げてるのがポイントかな。カバンはイタリアの旅行に家族で行った時にグッチの美術館がその時あったのかな、今は多分ないっぽいんですけど、お土産屋さんで売ってたので買いました。で、ストールはわざとちょっとペロッと出してます。ちょっとささっと出してる方がこなれ感いいかなと思ってやってますやっぱママになるとさ、トートバッグ増えるもの？トートバッグ多いですね。これぐらいのトートバッグよく持っててたくさん集めてます。じゃあ、これで1週間終了になりますが、どうだった？なんで笑うんだよ。初めてだと思うけど
ね、初日すっごい緊張したんですけど、いきなりは来た今日からかと思いながら、どうでしたか皆さん、参考になりましたでしょうか。この企画をいただいた時に、なんかママだからとか私あんまり考えてないなっていうことを気づいて、改めて考えてみたいいきっかけになったんですけど、やっぱりママになったからこそロングのワンピースはあまり着なくなったなとか、少しずつ私の中で変化はあるものの、私は私らしく、ママだからおしゃれ難しいなとは思わず、今日何着たいなっていうのを大事にしてもらった方がコーディネートって組みやすいのかなって思いました。少しでも参考にしていただけるポイントとかがあれば幸いです。今回ご紹介した、サラサさんのコーディネートは7日分ありますけども、これが好きとかこれがためになったよっていうものがありましたら、ぜひコメント欄の方にコメントをいただければなと思います。エトレ東京にはまだママさんスタッフだったりとかも全然おりますし、お悩みだったりとか、こういうスタイル見たいとか、ママさんに限らずリクエストがあればぜひ教えてください。この企画が面白かったなと思ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。